はい、こんにちは。今日はですね、ブラックマジックデザインからですね、発売になってる、マイクロパネルっていうのを紹介するんですけれども、その前に、それを動かしているパソコンのね、スペックを簡単にご紹介したいと思います。ちょっとちっちゃいですけどね。CPU はライゼンの話題のスレッドリッパー1950ですね。これを積んでます。マザーボードはですね、MSI の X399 っていうね、ゲーミングプロっていうのを使ってます。で、メモリーは 64GB、積んだ状、環境になってますね。それからグラフィックの方ですが、これは GTX の 1080Ti、これが2枚挿しという形で今使っております。はい。で、ダヴィンチはですね、GPU の力をすごく使うソフトですので、そちらの設定の方ですね、きちんとした方がいいんですけれども、私の簡単に今 GPU の設定どういうふうになってるのかっていうと、実はですね、ダヴィンチは SLI ね、の設定はしない方がいいとかっていう話があったんですけど、せっかくね、グラボを2枚挿してますので、ゲームやなんかで遊ぶとき、少しでもパフォーマンスがいい方がいいじゃないですか。それで今現在は SLI 接続をしております。で、SLI 接続してね、ダヴィンチ動かすときなんか問題あるのかって言いますと、後で説明しますけど、環境設定で手動でね、GPU をね、それぞれ設定してあげると、 SLI 接続しても問題なく動作します。なんで SLI 接続してます。それとですね、一つ覚えておいた方がいいと思うんですけど、僕の設定ですよ、これあくまでも個人的な設定なんですけど、電源管理の方ですね、通常はグローバル設定、通常のね、ソフトが動くときの設定は、電源管理モード最適電力にしてます。ただ、プログラム設定で、ダヴィンチについてはね、個別にちょっと電源管理等を含めて設定を変更してます。で、通常ね、個々のプログラム設定で個別にソフトせ、えーとねGPU どういうふうに動かすかって設定できるんですけど、ここでダヴィンチを選んでいただきます。出てこない場合、この追加で探すとね、ダヴィンチが指定できると思いますので。で、ダヴィンチ動かすときは、電源管理モード、これパフォーマンスを、通常最適電力ってなってると思うんですけど、ここのパフォーマンス最大化を優先っていうのを選んであげてください。これによって電力は食うんですけど、GPU がね、最大限に動かすようになります。あとですね、どうしようかな。これちょっとね、細かく説明すると2、30分かかりますんで、私の設定はダヴィンチに対してはだいたいこういう内容で設定しております。はい。設定ではこのようにしておいて、あとはですね、ダヴィンチの方なんですけど、さっき言いました通り、SLI 接続してますので、通常のね、SLI 接続しないで、本当はね、ダヴィンチ性能がフルに発揮するらしいんですけど、ゲームもやり、動画編集もやりっていうことになると、 SLI で設定した方がいいですので、その場合ですね、環境の設定をですね、ちょっとね、工夫する必要があります。ハードウェア構成のところで NVIDIA ですので CUDA 使いますよね。で、GPU 選択モード、これ手動にしてください。自動にしないで手動にして、
2枚ですね、チェックを入れる。まあ、この環境にしてあげると、エンコードも編集もですね、SLI、2枚挿しでね、SLI 接続しても、きちんと動くようになりますので、有効、2枚のカードがね、有効的に動くようになりますので、こういうふうに設定してあげるといいと思います。はい。環境設定はね、以上です。はい、それではですね、ミニパネルじゃないな、マイクロパネルですか、簡単に紹介していきたいと思います。ダヴィンチリゾルブ14、最近の最新バージョンになりましてね、非常に編集モードが軽くなりまして、なんかね、いろいろ話聞くと、ノートパソコンでも全然、4K モードでもね、編集できちゃったりっていう話もよく聞くように最近なってきてますけれども、編集モードについてはね、もう本当に軽くなってきましたよね。もしかするとエディウスよりも軽いのかな、そんなことはないかな。まあ、それだけだんだんダヴィンチもね、良くなってきました。ただ、どうしても編集っていうね、カットしたりいろいろ複雑なタイトルをつけたりですとか、複雑なトランジョンをかけてうまくこう組み合わせてね、まあ、YouTuber さんのよく作る素晴らしい動画ありますけれども、ああいった編集はダヴィンチはちょっと難しいんじゃないのかな。まあ、できなくはないんでしょうけど、ちょっと操作がややこしいですよね。まあ、どっちかっていうとカラグレーに特化したソフトって言えるかもしれません。はい。ただね、この手のソフトとしては非常にお値段が、優勝版もお手頃ですので、価値はあるかと思います。で、マイクロパネルなんですけど、これですよね。まさにこのノートパソコンとね、組み合わせて使うと非常に使いやすい、ね、机の上にちょうどね、乗っかるぐらいの大きさですので、ちょうどいいかと思います。で、まあ、僕のようなね、まあ、ど素人がね、まあ、使って一体どうなのかっていう、ちょっと不安と言いますかね、またね、単なる散財で終わってですね、使わなくなっちゃうんじゃないかなというちょっと不安もあったんですけど、まあ、たまたまヤフオクで安くちょっと手に入れましたので、今回ちょっと、ね、使ってみることになりました。はい。で、どういったことをするのかっていうと、まあ、ここにね、カラーホイールがついてて、まあ、この部分が主に編集っていうか、カットとかなんかそういう時に役立つのかな。で、カラー補正は主にこの辺のノブと、このくるくる回るのと、ボールトラックっていうんですか、なんかね、この部分が色補正を主に使うとこだと思うんですけど、で、これのね、上級版にミニパネルってお値段ももう極端に高くなるんですけど、まあ、これとなると多分プロの方が使うタイプになるのかな。で、こっちはまあね、ハイアマチュアの方が使うような、まあ、あと机にね、ちょこんとこう乗っかるんで、そういう使い勝手の良さっていうのもあるのかもしれないですね。まあ、私にはどっちかっていうとね、宝の持ち腐れになる可能性が高いんですけれども、ね、これなんですけどね、まあ、プライマリーコレクションのクリエイティブなコントロールって、なんだこりゃっていう感じなんですけどね。まあ、どんなことができるのかって、まあ、こう書いてますよね。まあ、こう上の方のノブは Y リフト、Y ガンマ、Y ゲインですとか、コントラストですとか、何、ピボット、ミッドトーンディテール、まあ、正直僕もよく分かんないで使ってるんですけれども、あとはカラーブーストって、まあ、これは色濃くしたり薄くしたりっていうのかな。まあ、シャドウもね、シャドウのディテールを選択的に明るく暗くします。
この値を上げると、シャドウのディテールが回復しますが、ミッドトーンは変わりませんって、なんか上手にね、シャドウ部分だけうまく調整して、ミッドトーンとかね、多分ハイトーンっていうのかな、まあ、明るい部分はそんなに影響しないでコントロールできますよっていうようなことなのでしょうかね。僕もよく分かりません。まあそういったことができるようですね。あ、これは上位機種のですよね。まあ、上には上があるんですけど、まあこれがね、今回ちょっとご紹介するミニパネルになります。はい。それで今回ちょっと動かすにあたって、まあどこだ、環境設定なんですけれどもね、まずですね、再生モードは、まあ、リアルタイム編集ということを意識してますので、最適化したメディアがある場合は、これチェック外してます。パフォーマンスモードも外してます。まあ、キャッシュは使いませんよっていうことですね。で、あとは、今回動かすにあたっては、マスター設定の方ですけれども、これは、フォーマットはね、今回、4K の、10ビット422オールイントラの素材をちょっと使わせていただいてます。GH5 で使っ、あの撮った映像ですね。あとビデオモニタリングは、ビデオフォーマットは一応 4K に指定しまして、ビデオビット深度は10ビット、あとモニタースケーリングってなんかよくわかんないですけど、バイリニアのまんまですね。あとはこの辺はなんだ、自動選択、まあこれがね、編集の画面に何か影響するのかよくわかんないですけど、まあ、いい方にね、動作推定モードも画質優先というようなことにしてます。なんかこの辺は私もよく分かりませんけど、まあこんな設定で今回ね、ちょっと、動かしてみたいと思います。ではですね、早速始めてみましょうか。はい、それではですね、早速いじっていきたいと思うんですけれども、ですね、まずミニパネルの方なんですけど、電源がですね、実は USB のですね、バスパワーで動くので、別にね、外部電源なんかつないで、使うということではないので。配線がね、ちょっとごちゃごちゃならなくていいかなと、これはちょっと便利だなと思いました。それではですね、いっぱいこうね、ボタンやら何やらついてるんですけど、まずね、そうですね、素材の方ですね、ちょっとこうね、実際いじったらどうなるのかっていうのをちょっと見ていきましょうか。まずですね、まあ通常ね、編集画面ってまあこんなような状態で、いろいろね、補正をこうかけていきますよね。で、まあ、濃度、まあ、僕の場合ですよ。僕の場合は、濃度1からだいたい4、1コマでだいたい、まあ、多く使うときはこれくらい使うときがあるんですけど、まあ、最初にやる作業っていうのはね、明るさ、コントラストをまず決めますよね。で、次のノードでだいたい色補正をします。で、3番目にですね、ここは通常ログで撮影した場合はですね、ラットを当ててます。3番目にだいたいラット、まあ作業的には最初ラットを当てて、明るさをちょっとコントラストを調整して、色補正をかけると。で、まあ4番目にですね、例えばノイズリダクションですとか、
あとはちょっと手ブレ補正が見にくい場合は手ブレ補正をかける時もあります。まあこんな感じで濃度、まあ多い時は4つぐらい、まあ少ない時はね、もう本当に濃度2つぐらいですかね。まあそんな感じで編集いつもしてるんですけれども、まあこれが正しいやり方なのか間違ってるのか僕もわかんないんですけど、あんまり僕説明書読まないで、まあ皆さんのいろんな情報を聞いたりですとか、まあ自分なりに使って使いやすいようにこう使ってますね。ではパネルの方なんですけれども、まずですね、まあこれカラー補正のね、ちょっと画面ですけど、まあ通常コントロール F とかを押しながらですね、まあね、フル画面表示ですね、まあ今ちょっと、キーボードの方からやりますけど、まあ普通ね、ショートカットキーでコントロール F でね、拡大表示、またコントロール F で元に戻したりと、まあこういうふうに行ったり来たり行ったり来たりしたり、色補正をかけるたびに、まあ行ったり来たりするわけなんですけど、このマイクロパネルにはですね、どこだったっけな、あ、ビューアーってあるんですよ。で、このボタンを押すことによって、こう瞬時に、まあショートカットキーとそんなに変わんねえじゃんって言われるとそれまでなんですけど、まあビューアーのボタンを押すことによって戻ったり、フルサイズ表示したりっていうことを行き来まずできますね。で、まずフルサイズ表示にしてした方がどんなふうなね、影響があるのかっていうの分かりやすいと思いますので、フルサイズ今表示にしております。で、ここの上の部分にノブがいっぱいあるんですけど、まず Y リフトってこれ、まあノブありますよね。これは何だろうな、多分まあ通常ね、マウスでこういじってこうね、暗い どっちかっていうとリフトっていうとこね、この部分のことを言うと思うんですけど、まあ通常マウスでこうクリ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 しながらね、明るくしたりこう微妙にこう暗くしたりするんですけど、まあ通常ですね、これフルサイズ表示しちゃうとこれできないですよね。だからね、戻ってここでね、リフトのこう調整、暗くしたりちょっと明るくしたりして、まあどんな感じなのかってこうね、確かめながらやる作業してたんですけど、まあパネルの場合はフルサイズ表示で、まあ回しますとほらほらほらね、暗くなったりね、リフトの調整が、フル画面でまあできるっていうことですね。これはね、老眼な私にはですね、非常にありがたいですよね。やっぱりフルサイズ表示でこういうふうに色調整ができるっていうのは非常にありがたいことですね。で、まあ同様にですね、まあ Y ガンマ、ミッドレンジっていうのかな、の調整もこのボタンでクリ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 、まあ、回して調整することができます。ね、まあ今ノブの説明をしてますけれども、まあこれと同じのがね、これをこう回してやると多分、まあ同じことなんですよね。このなんつうか、くるくる回るホイール、ここ回るんですよ、こうやって。で、これで画面を見ながら調整することができると。で、なんか失敗したなと思ったらノブをですね、ポチッと押すと、振り出しに戻ります。何にも調整してない状態に戻します。で、もう一回やり直しでこう調整したりすることができますよね。あと、ゲインの方もですね、これ明るい部分の調整ですよね。これもつまみを回して調整できます。まあこれもね、ここをこう回してやれば同じことだと思うんですけど、まあこっちの方がね、確かにこう微妙にこう調整することはできます。こっちのね、ノブを回すよりも微妙にこうね、まあただね、僕レベルですとそんなに微妙なね、調整がいらないんで、多分
このノブだけで、調整の方がいいかな。なんかいい感じですね。これだとちょっとかなりこう回してあげないとなかなか反応しないんで、まあそんな感じですかね。次、コントラストはね、これがコントラストのノブです。コントラストもこうね、極端にこう変えられますよね。ノブを回してこう変えられますよね。コントラストの調整がこれでできます。あとピボット、これはあれかな、なんか、ああなるほどなるほど、イメージの暗い部分と明るい部分の差をこう微妙にこう何て言いますか、微調整、する時に使うノブですよね、これね。それから これがミッドディテールって書いてあるんですけど、これは何だろうな、これ回してもあんまり変わんないんですけど、なんか、ちょっとこうソフト、こっち側に回すとソフトになったり、こっち側に回すとなんとなくシャープ、だんだんシャープになってきますね。そんな感じしません？こうやるとちょっと柔らかくなってね。ということはですよ、まあいつもですとブラーでね、ちょっとシャープにしたい時はこれをねちょっと下げて、まあ、0.47ぐらいにすると結構シャープになると思うんですけど、こっちの方がシャープかな、すいません、なんかよく分かりません。まあ、そういうなんかボタンのようですけれどもね。次、これは分かりやすいと思うんですけど、ちょっとこれ明るすぎるんで、ちょっと戻しますね。ピコ、ピコ、ピコッと。で、カラーブーストっていうのは、これは分かりやすいと思うんですけど、こう回すとどんどん色がね、濃くなっていく。逆に反対に回すと、モノトーンまで行くのかな？行きそうですね。行きますね。モノトーンまで、もう完全に色を落とすことまでできますね。これがカラーブーストですよね。これも押すと元に戻りますので。あと、シャドウですね。シャドウは、どうなんですかね。シャドウ部分を明るくしたりですね。暗くしたり。で、他の中間や、明るい部分はなるべく影響を与えないで、これをね、調整してくれるっていうモードですね。で、ハイライト、これは分かりますよね。ハイライトの部分のおそらく調整でしょう。そうですね。ハイライト。まあ、白飛びなんかを、これで微調整できたりするんでしょうね。まあ元に戻しますね。あとこれは、ハイライト、これがサチュレーションだから、サイドですね。サイドをこう極端にこう色付けを濃くしたり薄くしたりっていうモードですかね。まあ、元に戻します。で、これは HUE って書いてますけど、なんか色相だそうなんです。なるほどね。まあ、色相をこう、なんていうんですかね、こうコロコロとこう微妙にこう、あんまりこれは多分使わねえな。まあこんな変化が出ますね。あと最後が軌道ミックスって日本語では言うらしいんですけど、なんだこれ、ラムミックスっていうの？これ回すとなんかなるんですか？なんかよくわかりませんね。
すいません。なぜ素人がこうね、使うとまずこの専門用語を覚えなきゃならないんですけど、まあ多分ですね、僕使うのここの3つ。それとカラーブースト、コントラスト、まあせいぜいこの辺りですかね。ここは多分使うとは思うんですけどね。まあそんな感じで調整できます。あとこうね、明るさはこれで回してあげて、色のね、これも このトラックボールを回してあげるとね、このように自在に色を変えることができますよね。はい。うわ、すごい色になりますね。はい。まあ、これもね、まあ、ここがローレンジ、ミッドレンジ、ハイレンジっていう部分の色調整ができるということだと思いますね。で、まあちょっとリセットボタンって押すと全部確か、戻っちゃいましたね。しかもラットも外れちゃいますね、これをやるとね。しょうがないんで、もう一回ラットを。ねえ、老眼だとね、こういうことがよく起きるんですよね。はい。まあ、ラットをちょっと元に戻しましたけれども。まあ、こういった、簡単な調整ができるということですね。はい。で、まあ、このモードもね、僕、なんかよくまだ、正直わかんないんですよ。RGB に、オールに、レベル？なんかするとこなんでしょうね。で、まあ、ビューワーっていうのはね、こういうふうにフル画面で 切り替える。で、オフセットとログって、ちょっとごめんなさい。これもなんかよくわかりません。はい。まあ、強いて言うとね、やっぱりフル表示でですね、いろいろとこう、色をね、こういうふうにいじったりですとか、ね、こういうことができるんで、ね、明るさもこういうふうに変えられますしね。これは非常に楽ですよね。で、ははは。ね、いろいろこういじって遊べますよね。はい、またちょっとリセットをかけちゃいましたけどもね。はい。まあでね、僕もよく分かってないでこう使ってるんですけれども、こちらのね、はい、説明書がついてません、そもそも。で、ダヴィンチさんから言わせると、とにかくいじって覚えてくださいということなんですよ。ですのでね、まあ少しずつこういじりながら、今覚えてる、お勉強中の最中なんですけれども、まあ早くね、こう使いこなせるようになりたいんですけれども、まあまだこんなようなよちよち歩きの状態でございます。で、あとここね、ここの部分が編集モードになるんですけど、なんていうんですかね、編集、カット編集とかそういう時にちょっと便利だっていうところをちょっとご紹介したいんですけど、ですね、何ができるのかって言いますと、まあ、ちょっと一回全部元に戻しますね。はい。ですね、まあ、要は、こういうふうに動かすことができるんですね。はい。で、まあ、ストップと。で、一コマずつ、こう、ネクストフレームっていうと、一コマずつ遅れますし、まあ、リバースすることもできます。これ戻せますよね。それと、クリップ、次のクリップって押すと、こう、ね、クリップの次の、ネクストクリップっていうのもあるんですけど、次のクリップに一気に移動できますね、このボタンを押すと。はい。で、面白いのは、こう再生させて、はい、そうですね、逆回転モードですね。逆回転させることもこれでボタンでできます。はい。で、まあ止めると。はい。こういったところをね、操作がこう簡単にできると。
というところですかね。あと、濃度ボタンっていうのがここに2つついてるんですけど、まあ、これは何かっていうと、ここに濃度、今4つありますよね。で、いじりたいところの濃度に、こう、ね、戻ったり、行ったり、することができるというボタンになりますね。まあ、これはね、まあ、正直、マウスで、こう、一気に選択した方が早いんじゃないかな、と僕は感じました。あとね、この辺もね、まあ、いろいろリセットですとかね、いろいろあるんですけどね。まあ、ループですとかね。まあ、ループったらこれのことですよね。多分ね。といったように、いろいろなちょっと操作ができるようになってます。なんかね、わからないなりに、まあ、いじった現段階でのね、ちょっと感想と言いますか、まあ、紹介までに至らなかったのですね、今日はね、ちょっと大変申し訳ないんですけれども、まあ、こんなことがこうできちゃったりするんですね。まあ、結論から申しますと、フルサイズ表示ができると。で、それでこういろいろね、色をこういじれるわけですよ。ね、これは本当に、まあね、ディスプレイがね、2つ2台持ってる人はこんなのいらねえんじゃねえかって 言われそうなんですけど、もう買ってしまったものはもうしょうがないですからね。後で私も思ったんですけどね モニター2台にすりゃいいんじゃねえってね、後で気がついたんですけど もう買ってしまった以上はちょっとね、手遅れですよね。まあ、せっかく買ったんですから まあ、少しずつお勉強して、使いこなしていきたいと思います。最後はね、なんかドタバタ劇でちょっと終わっちゃいましたけど、以上で、簡単な紹介とさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。